皆さんこんにちは本日の読やチャンネルを始めます本日は ESP32 の Bluetooth シリアル通信をやってみたいと思いますまずは Bluetooth を使ってシリアル通信をやってみます Bluetooth を使って Mac と接続しますボードマネージャーをインストールするとファイルスケッチ例に Bluetooth シリアルにあるシリアル a l 2シリアル b t これを使ってみます これは Bluetooth から来たデータをシリアルにシリアルから来たデータを Bluetooth に橋渡しするプログラムです Amazon なんかで売られているシリアル Bluetooth 変換と同じことをやっているんだと思いますプログラムを見てみるとあらびっくり非常にシンプルなプログラムになってますここの Bluetooth シリアルシリアル BT でクラスを定義セットアップ関数でシリアル BT.begin デバイスネームで接続を開始するようですね ここで指定している ESP32 テストがデバイス名となって PC などからこの名前で接続できるようです。接続はこれだけなので通常のシリアル通信並みに設定は簡単そうです。ちなみにシリアル b t b e g i n は実行するとペアリングするまで次に進まないようです。次にループ関数ですがシリアルにデータが送られていたらデータを取ってきて Bluetooth へ転送。 Bluetooth のデータが送られていたらそのデータを取ってきてシリアルへ転送データの橋渡しをしますこの3つの関数で簡単に Bluetooth シリアルの通信ができそうです余談ですが serialbt.print や println も使うことができましたさてそれでは接続してみましょうまず実行すると ESP32 のシリアルモニターにはこのように出てきます そして Mac の Bluetooth の設定画面を見てみますと e s p 3 2テストというデバイスが確認できますこれで接続一度接続済みになりますがしばらくすると未接続になってしまいますここでは慌てずさりげなくシリアル通信アプリを開きますまずはオプション接続するポートに e s p 3 2テスト、e s p 3 2 s p p というのがあるのでこれを選択 ボーレートもシリアルに合わせて115200を選択します。これで OK。コネクトを押すとこれで接続済みになります。ここで Bluetooth に接続したターミナルから読み屋と打つとシリアルモニターに読み屋と表示されます。逆にシリアルモニターから読み屋と打つと Bluetooth 接続したターミナルから読み屋と表示されます。 相互ででデータの橋渡しができてますね ESP32 にシリアル Bluetooth 変換だけをやらせてしまうのはもったいないですがこのサンプルプログラムを応用すれば ESP32 で自動計測したデータなんかを Bluetooth 経由で Mac に送信なんてことも簡単にできそうですさてこのプログラムはスレーブとして Bluetooth 接続するものですがマ、まあ、スターとして接続するプログラムのサンプルもあります先ほど同様スケッチ例の Bluetooth シリアルの中に、今度はシリアル to シリアル BTM というサンプルを使ってみます。先ほどのスレーブ用のプログラムと比べると少し長いプログラムになってます。スレーブの時には説明を忘れましたが、ここで b l u e t o o t h シリアル i a l h をインクルードしてます。ここで装置固有情報を定義してますが、先のプログラムを見てみると使われているのは、ここのネームぐらいですね。それ以外は触らなくていいようです。 このネームは接続する先のデバイス名です。接続するデバイスに合わせて後ほど設定します。そして接続に必要なのが先ほどと同様ここでのクラス定義とセットアップ関数内のシリアルブルートゥースビギンですね。違うのはシリアル BT.begin は第2引数に true が指定されています。この設定があるとマスターとして接続を開始するようです。ここまでは先ほどとほとんど変わらないですね。 それでこの先に何が書いてあるのかと見てみると、接続を確認して接続されていない場合には再接続を試みているようですね。さらに接続確認を一度切断して再度接続するコードが書かれていますね。一度切断する理由についてはわかりませんが、切断する場合には serialbt.disconnect を使えば良さそうです。あとループ関数は先ほどと同じで、シリアルと Bluetooth でデータを橋渡ししているだけです。 それではこれで実行してみますがそれに先だって接続先のデバイス名を設定しておきますまた Mac につなぎますので先ほどの Bluetooth の設定画面でここに以下の名前で検出可能と書いてあるのでセントラルドグマを先ほどのプログラムの先頭にあったネームに設定します念のため先ほどの ESP32 テストの接続は一旦消しておきますここをセントラルドグマに変更 これで実行します。Mac に接続要求が届きました。これで接続。Bluetooth の設定画面が接続済みになりましたね。でもシリアルモニターには Fail to Connect と表示されてしまってますね。原因を調査したところ、あらかじめシリアル通信アプリを Connect に設定していないとならないようです。気を取り直してシリアル通信アプリから。まずは、 オプションそれでポートはここの Bluetooth インカミングポートに設定します。ボーレートは115200のままですね。これで OK。そしてコネクトをしておきます。そして ESP32 を一旦リセット。今度はシリアルモニターに Connected s u c c e s s f が出てきましたね。シリアル通信アプリから読みや ちゃんとシリアルモニターに表示されてますね。今度はシリアルモニターからこちらも OK です。マスターでも接続することができましたね。通常 Mac から ESP32 へ接続する場合にはスレーブモードでいいと思いますが ESP32 同士を接続する場合なんかは片方をマスターに設定する必要があります。ここまでで ESP32 をマスターにもスレーブにも設定できるようになりました。となれば。 ESP32 を2個使って ESP32 同士を接続できるはずです実を言うと先ほどのサンプルプログラムをデバイス名だけ合わせてしまえば簡単にペアリングすることができましたサンプルプログラムを使ってのペアリングは割愛しますが応用プログラムを作ってみましたスレーブの ESP32 はパドルをつないでみましたこれでパドルの位置を読み出して Bluetooth でマスターに送ります マスターの ESP32 には LED をつないでパドルの倒された方向の LED を光らせるようにしました。まずはスレーブのプログラム。このピンにパドルをつないでありますが、パドルの使用方法は以前 Arduino n a ナノを使ったプログラム例を紹介していますので、よろしかったらご参照ください。この辺の接続についてはサンプルプログラムの通りですね。ループ関数の中ではアナログリードを用いてパドルの位置を電圧で読み出してきます。 スティックが押された時にも分かるようにしましたちなみに ESP32 の ADC は12ビットのため 0V から 3.3V の電圧が04095からまでの整数で出てきますセンターを0にするためにオフセットを入れて変数に取り込むようにしています細かい話は以前の動画を参考してもらうとしてパドルから読んだ X と Y 座標から このチェック、パドルディレクションの関数を使って倒した方向に相当する数字を返すようになっています。返す数字はちょうど点キーの5を中心とした各数字の方向が返されるようになっています。対応する数字が分かったら、マスターにその数字を送ります。パドルがセンターにあるときには0。パドルが押されたときには5を送るようにしています。次にマスター側ですが、 使用する LED はアドレスサブル RGBLED を使っているので、ファースト LED のライブラリを使います。接続するスレイブのデバイス名は ESP32 テストにしています。セットアップのあたりは、Bluetooth の部分はあまり変わりませんね。ファースト LED の初期化が入っているくらいです。そしてループ関数の中ですが、サンプルを参考に SerialBT Available で確認して受信があったら、 データを受信して受信したデータの方向に対応する LED をこの関数で点灯させますさてそれでは動かしてみましょう左に組んであるのがマスター側ですアドレッサブル LED をつないで受信したパドルの位置を表示するようになってます電源もワイヤレスということでモバイルバッテリーで駆動します右側に組んであるものがスレーブ側です パドルを接続して、パドルの操作をマスター側に送信します。こちらもモバイルバッテリーで駆動します。それでは、電源、オン。うーん、接続のインジケーターもつければよかったですね。ペアリングしたかどうかわかりません。ま、あ、動かせばわかる。パドルを上、下、 左、右、斜め方向、パドルスイッチ。パドルの操作通りに LED が点灯してますね。ESP32 同士で無線通信ができました。ここまでできると、こんな模型もラジコン操作ができるようになりますね。おっと、これはまたのお楽しみ。ということで、本日の結論。サンプルコードを使って PC と簡単に Bluetooth シリアル通信できた。 ESP 同士でも同じサンプルコードで通信できた通信プロトコルを考えればラジコンもできるこんなところですそれでは本日の動画はこれにて終了ですこの動画をご覧になられていいと思われた方はグッドボタン悪いと思われた方はバッドボタンで評価をお願いしますまたよろしかったらご登録いただけるとありがたいですご視聴ありがとうございましたそれではさようなら